と人狼、ルール説明。このゲームは、村人チームと人狼チームに分かれて戦うゲームです。役職はラウンドごとにランダムに振り分けられます。各チームはそれぞれの勝利条件を目指しリアルタイムで戦います。人狼と村人以外にも、妖狐といった特殊な役職も存在します。それぞれの役職の特徴や勝利条件はこのようになっています。そして動画に登場する主なアイテムの効果がこちらです。くんじゃねえ、くんじゃねえ、シーナナくんじゃねえ、シーナナくんじゃねえ、くんじゃねえ、くんじゃねえ、くんじゃねえって、ちょっと近いな。なんでだよ、なんであいつ来るんだ。本持ってる。うわー、どっちだこれ。うわー、これどっちだ。クソの目で見るな、俺をそんな目で見るな。その目で見ていいのは昔のアイフルの CM のチワワだけ。うわ、確定したし、俺しかも目の前にサボテンいます。目の前にサボテンいます。それだけは伝えとこう。います。うん、アストロさんはなんか白い気がする。なんで、どういう基準、雑すぎる。直感がそう語りかけてくる。なんでLINEつなげようとしてんの、無理やり。怖すぎだろこいつ。しかもお前結局村人だったの。え、村人なのに本持ってんの。こいつまた主人公になろうとしてない。待って待って、マジこれ多分こいつまた主人公になろうとしてない。で、あ、でことは、待って待って待ってよ、アストロさんは白い気がするっていうのは、これ多分初日の探偵がアストロさんに飛んだってことなんじゃない。そういうことなの、多分そういうことだ。名探偵だろ俺、これ匂わせてるだろこれ絶対。今日はグレランでいいと思います。これさ、もしかしたらグッズボとアストロニアが連れられちゃうかもしれないから、俺が指定する方がいいと思う。だから今グレランでもいいと思います。僕の人でもいいですか。だから指定でアストロニアとグッズボ以外から、うん、俺が指定するのが多分いい。これでかグッズボが俺がこういう風に推理するのを予想して強信者とかでこのムーブしてるんだったら、マジで今日は配信します。マジで動画化した上で配信切ります。もう本当に、まあでも一応その線も考えなきゃいけないけど、釣る人は直前に言います。ありがとうございます。グッズボス、何帽子かぶればいいですか。ゆかりんりんとか、ちょっとチャット少ない人、ももちょ、把握系怖いな。なんか C7 とか怖いね。把握しかしてない気がする。大丈夫です。ちょっとは、まとめてるところもまあ、あるけど。ゆかりに縫われてた。まあ、C7 かな。C7 かデスティかな。デスティオは C7 かな。デスティか。C7 で怪しい方に入れてください。移り先見たいね。なんか投票変えたりしてる人いたら怪しいんだよね。ライム、ライムは変えてない。ユカリンリも変えてないで、デスティがだから C7 俺入れとこうかな一応。88で完全ランダム、88だったので全員生きてます、だとしたらチョボスケさん誰疑ってるとかありますか。あはは、聞いてきてる。誰だろう。メイバさん、占い先だろうな。あ、 C7 強振だった。 C7 強振でした。アストロニア、ライム、メイバ、怪しいね。アストロニア、ライム、メイバ怪しい。ストロン、メイバ、ライム怪しいね。でもメイバさん、いやでもメイバさんもそんなに怪しくない気もします。
なるほど、紫白だったのか。昨日の投票でデスティ入れた人あなの中に人狼いそう。ローラーはしなくてもいいですか。もうちょろなったけど死んでるわ。メイバさん探偵占い使用してんのか。もう死んでない。だとしたら待って、メイバ占って死んでないんだったら氷だと、あ違うか、探偵どっちも生きてる。ようこ背徳ロック怖くね。待って、めっちゃ考えること多いんだけど、お前も考えろよ。なんか待って、メイバ考えてんだろうな、多分彼は彼で。俺に委ねるな。メイバさん、でもメイバさんは探偵が強振、 C7 が強振だから囲いは意図的にはなさそう。強人配信者だ、そうだね。だからごめん、メイバさんはそもそも白なんだ。だからさっき昨日の占いではデスティに入れてた人、青空が怪しそうだから投票したいかなー青空忘却、太鼓いるなら使用してください。だとしたらグレラン、霊媒ロラ行きましょう。まあ霊媒で行きましょう。グレランすると釣られちゃうかもしれないから霊媒を釣る。で今探偵ローラーするのあれだから、俺が確定してるから霊媒はもういらないから、霊媒ローラーにするのがいいと思う。でここは俺動きたくないんだよな。しょぼすけさん誰疑ってるんですか。LV かな。囲ってる人は S そうなんだけど、アスタロ白、 LV 白。メイバさん初日誰だったっけ。で今まで占い探偵、今まで誰占ったかもう一度書いてほしい。多分ね囲ってるんだよね、背徳が。1日目ホールザとゆかりんりん、白、メイバ、トケプリン。トケプリンじゃね？まずい！マージかー！いや、タイミング悪すぎ、うち！うわー！サボテンはサボテン。サボテン生きてやったらいい。さあ逃げた、よし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 、あ俺が犠牲になった代わりに生きてるならいい。いやだからやばいよ、このグッズももう HP3 でしょ、やばい、信用しないと、俺新探偵ですって信用しないと、やばい、死ぬこの人。やばい、メイバと会っちゃってるこの人。やばい、いつもやばい。どうするんだ、どうするんだこの人。うわタイミングめっちゃチャット書くとこだった今。いやー今だ、いやーうまくいかなかったな今。僕逃げてきました、まだ使用しないんだ。待って、ウルフリストを見る？どうする？ウルフリスト見たらネタバレなんだよな、どう思うみんな。これグッズを死んだんでも怪しい。
なんで？グッズもなんで？あ、ラストルフだからか。ラストルフだからか。うまい。今の殺さなかったのはうまい。これして新探偵なんちゃうのマジで。待って、グッズも多分ね、今ハート半分です今。残り体力ゼロになってるんで、彼残り体力半分ですこれ。ちょっとやばそうですって言ってる。スペランカーモッドしてます一人で。いやこれどうなんだろうな、ヨーコ生き残ってんのかな。ヨーコ死にましたね。いやライム残ってるよ。ライム死んだって。青空が嘘ついたんだ。メイバが死んだ。メイバ背徳っぽいけどね。あ、メイバ探偵じゃねえ。待って俺たちは一体何をしていたんだ待って俺たちは一体何をしていたんだあーもうめちゃくちゃだよ。踊らされていたおーい。あー氷砂糖背徳なんだ。グッズも死んだぞ。グチツボ強靭今日のはね、TCTC ご視聴ありがとうございましたね。ほんと楽しかったですけどもね、またね次回のね配信も見てください、動画でねご覧になってる方はね、チャンネル登録はね他の動画も見てから決めてください。でなんでぜひとももう一本ね TCTH の動画見てください。ありがとうございました。終われるかね。さっき5分前によかったグッチ生き残っててくれてよかったとか言ってた俺のこの感情返してくれ。てかさ、フラグフラグめちゃくちゃ回収、フラグめちゃくちゃ回収してたな。桃町ライム CC、 あでも C7 当てたのうまいな俺。まんまと手のひらで。でも僕もそこまで読んでたからね。でもね、みんなこれに関しては引き分けじゃない。俺だって最初の 1日目で、いやこれでも一周回って強靭もありえるよねみたいな話したじゃん。だから今日は引き分けです。はい、今日は引き分けです。これに関しては読んでました僕は。何もあれだけどな、強がりだけどな、強がりだけど引き分けです。2日目以降は信じてましたよね。まあ面白い。もうちょっと疑った方が良かった。だってもう動画化してることと同じことするわけないもん、よく考えたら。だってもう動画してるんだから、あのムーブは。あのムーブ動画化してるんだから、同じの2本目作るわけないもんな、彼が。待って、でもさ、これライブ勝ったらさ、マジであいつの功績みたいになるから嫌なんだけど。勝つんだけど、このままだとライブ。アストロニアとミリンさんが頑張ってくんないと。じゃあ俺も今回あれだよ。主人公グチツボのサムネイルの真逆のサムネイル作って投稿するわ、この動画。どうこれ、主人公グチツボの真逆、もう反転して。でも2対1だから結構苦しいよこれ。2対1で、あ、苦しいっていうのは村人ね、村人側は苦しい、位置も離れてるし。でもアストロニアは人狼サイドの人間じゃないから普通に頑張ろうなみたいなこと言ってると思うし、この投票で耐えれれば。でもコンパス持ってるんだよな。また来たわ。見たんですか。あ、でも一緒に合流してるってことかこれ。ここ強いな、ここ強いね。俺が TP させてあげたところ、普通に行けるんだけど。まあ別にここは誰でも行けるポジションだから大丈夫なんだけどさ。そこにいると思ってる。あ、見つけたんじゃないこれ。見つかってないのかな。シュッポンシュッポン聞こえるわ。アストロニア頑張れ。いや今日だけで動画2本分ぐらいの TCTH できてるな。いやこれでもみりんさんが見つかりそうで怖い。みりんさんどこいるの。あ、みりんさんここいるんだ。
じゃあ多分ね、真ん中にアストロニアがいるから、アストロニアにコンパスが絶対寄るんだよね、これ多分。行かない限り反対側の方に。あ、ただこっちまで行くといるんですよ。やばい、まずい。頑張れみりん醤油、頑張れ頑張れみりん、頑張れ頑張れみりん、あと20秒みりん、みりーん。あー、 RPP になりました。さあどうなるんでしょうか。RPP となってしまいました。いやー、もう PVP としてはね、良かったんだけどね。さあどちらになるんでしょうか。デデンデンデデンドン、はい、やった勝ったー。危ねー、危な、本当に危ねー。ということで今回は村人チームの勝利。探偵がメイバー、霊媒がパスクラ、シボスキー医者で、他6人が村人、人狼がライム、あと桃町強心グッズ棒、 C7 が強心で、青空が忘却、羊、陽子ね、紅茶等が背徳でした。